ってた食ってた、うわマジか、食ってた、おー食ってる、おいおいおいしゃうわ食った、やばいよ、ありがとうございます。食ってた、うわマジか、食ってた、やば、うわでっか、うわなんか抜けないなと思った、やべえありがとうございます。え、マジで、マジでしょ、マジでめっちゃ、やばいや、なんか寝かかったかなと思ったんですよ。動かないでこれ。マジか。ちょい。来ましたブルソック。やばいよー。ありがとうございます。ナイスフィッシュー。カバウチ、カバウチ店だ。ブシウチ。やりましたー。イエーイ。ありがとうございます。 OK、 はい、いやびっくり、ここまであんなに大きいから釣れないんだよね。いやでもカスミはサイズっていうよりもそうだ、ね、クオリティだよ、クオリティですね。いやもうちっちゃくても嬉しいですけどね。そうなんだ、カスミっていうだけで、はい結構ベタベタですね。うん、キラッキラだったもんね。キラッキラでも同じぐらいセンスない、ない、もう多分20センチぐらい、2、30センチ。こういうところの魚じゃないと使えないね。落ちてるやつは完全に安い。もうちょい暖かくなったら、あの雪だったら面白いかも。ちょっと何かに奥に行って、はい、いいよいいよ、とりあえずじゃあもう、はい、打つじゃん、例えばこう川打つじゃん、はい、何かに引っかかったら一回上にスーッと上げて草の上でちょっと行くと、あ、はい、そうそう、あの草の上についてる魚が多いから、かたくなに人が釣ったワーマイヤー。いやいや、そう、自分が好きなルアー。いや、そうですよね。テンション上がるかどうか。なんですよ。釣ったことのないワームってさ、信じらんないじゃん。確かに。俺でもそうだ。私はもう最終兵器出しますよ。あ、いいんじゃない。あ、良さそう。あ、いい音だね。
大丈夫、匂い、大丈夫。帰る？ピーとかもですか？おー、食ってる。おいおいおい、よっしゃー、よっしゃー、なに、すごい無双してますね、今日無双してる、やば、何すんだよ。いや、でも今グリさんが言ったちょんちょんちょんですよ。だけで塩、僕も一本いただいていいですか。あ、全然全然。2本目来ました、ブルソック。やばいよ、霞でこれはやばいんじゃないですか。バズるんじゃないですか。やばい、持ってるよ。いや、ナイスフィッシュ、ありがとうございます。2本目、全部刈り取られてんじゃん。やられてますね。斜面になっちゃってるよね。なってますね。足ありましたもんね、結構。うわ、食った。あ、待って、これナマズっぽいな。ナマズ。あ、めっちゃナマズっぽい。めっちゃナマズだ。おしり。おしり。ありがとうございます。すいません。ナマズ。本当すごいよ、あなたたち集中力。ずっと集中してますね。すごい。なんか次々に打ちたいスポットが見えてくるのがめっちゃ楽しいです。すごいね、それ。わかる？わかります。ね。あっちにちょっともう一個投げたらもう次。そう。そう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 。普段やんない釣りっていうのもあるのかも。あー、そうですね、確かに普段できないですもんね、これこのスピード感では。俺の延べ竿理論わかるめっちゃわかります。一定の距離から